はよ、こんばんは、甘いすし、長いし、ね、こんばんはがまだ夕方やな。5時の20の8分というところでね、17時の20の9分かというところでね、鼻ずるずるしてございますけどもね、今日は比較的ヒノキの花粉が量が少ないようでね、まあまあ雨っていうのもあるからな、ね、というところでね、朝から雨でね、作戦で今日は日曜日でございますけどもね、朝に散歩っていうのはそうそうないんですが、リーちゃん行ってきた1時間、なれよな、リオは今日休みしてねえな、な、ただねこれもんやけど、下のガレージでおやつやないですか、それがね今日ないから、なれよな、な、残念やけどな、しゃあないしゃあないや、そんなそれだけ食いに外行かれん、雨降ってんのに、あ、まあガレージ中だけだったら濡れないんですけどもね、そのじっとそこにおるわけにいかんやろしね、いうところでりーちゃんだけなんとか1時間やらさせていただいて、帰りちょっとパラパラが中途半端に強みになってきましたね、傘で持っててね、そして今日梅雨のグッズ、りーちゃんのねカッパはもうね、病院行く時のようにあるのでね、傘を、りーちゃんの傘、なんかこうこの絵のとこが逆についててね、なんかこう人間の傘こう持ってこう、こうなってますやん、それがこうなってるんだね傘ここで、りーちゃんここに置いて、絵がこうなってて、ここ、こうなってて、ここにだから リードつけて、ここ、ここ絵を持つみたいな、なんかこうこっちに持ってこう歩いていくんだよねそういうシステムになってございましてね、まあまあそれで傘でなんとか、まあ基本ザーザー降りになったらもう休みなんだけどね、でもやっぱりリーダーの場合は外でね、大小でやる方がいいのかなっていうところでね、まあまあまあちょっとちょっとでね、変化を持たせていきたいなと思ってございますね。そして今日最終日、日曜日ですね、明日からまた新しい週でなんとか、皆さんも頑張っていただきたい、月火水木金にまたねお会いするというところで、だけど今回はねとりあえず金曜日、どうなるかわからんけどね、ひょっとしたら昼間お休みの可能性もあるかないかわかんないけど、一応自分の勝手な予定でございましてねまあいずれにしても金曜日で、金曜日だからいわゆる大五郎のね就職祝いやるっていうところで、ちょっと時間的なもんがね、だからおそらくじゃかじゃか遅くなるかも、金曜日ひょっとしたらね、だから昼間時間があればねやりますが、もし無理な場合はちょっと遅くなるかね、まあまあ遅いのは遅いでね、常にねご迷惑はおかけしてございますけれどもね、礼を、もう今日はだからね、礼の場合は家の方が本当は嬉しいのかなとか思いながら、でも今日はね甘強チャンネル、まあ甘強は充実を 120g で上げた断捨離したしね、うん、でいろいろと朝ちょろっと外回り行って、まあ雨だったけど、そう散歩あってからね、ちょうどね、断捨離なんかゆったりと今夕方迎えてございます、だからひょっとしたらこれもんかなと思ったんだけど、ちょっと連続かなっていうこともあったりなんかして、ね、でも今後は、金土日しかないということでね、土日になる可能性、金日になる可能性、いろんなパターンがね、何ああ見え方ねあるんじゃないかっていうところでね、で TikTok の方の方もよろしくお願いします、な何分、4分ちょっとか4分15秒ぐらいというところでね、行きましょう、今日初めて甘強チャンネルご覧になってくださった方々ときましては、チャンネルの登録の方もよろしくお願いしますね、今日はねなんやでよ、ええタイミングでしょ、ほらこれおもちゃね、こう回すんですよ、くるくるね、手で押さえて加えて持ってくるっていうね、そういうシステムになってるので、ちょっとレオちょっと待って、後でするわな、ごめんやけど、いやいや、だからごめんやけど、一人遊びしよう、一人遊びね、ちょっと夏の雰囲気っていうのは、今日なんか雨でね肌寒いちゃう
思いながらね、まあパッと見送ったらこれやったからこれでいこうかなみたいな、あるやん、そのあたりでよろしくお願いします。ちょっとこう季節の先取りっつうところでね、よろしくお願いします。他にべちゃりあったけど忘れた、ね、今日甘酢食堂焼きそばしたから、あのツイッター X の方で、あのフェイスブックとかからね、どうしよう、ええ匂いしとったでしょ。やばいね、ちょっとしたいっぱいのあてとかね、いうのにも十分なるんやないかなとかね、もちろん、飲めない方の食事、ご飯、ね、晩ご飯にもなるんだろうっていうところでね、ごめんなさい、焼きそば、お好みとか、ね、粉もんでね、やらさせていただきたい。よろしくお願いします。いこう。ちょっと声出にくいけどね。もうあの花粉の薬がね切れてしもてね、で8と箱花粉にしてはちょっと中途半かなみたいな、お話ね、よろしくお願いします。何とか耐えていこう。誰の憧れにさまよう、空に残された私の心は夏模様、夢が覚め夜の中、長い冬は窓を閉じて呼びかけたままで、夢はつまり思い出の後先、夏祭り宵かがり、胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様、目が覚めて夢の後、長い影が夜に伸びて、星いくつの空へ、夢はつまり思い出の後先、夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、8月は夢花火、私の心は夏模様、はよぎね、あしゃ。ちょっと季節の先先先だね、もう夏の終わりがもう
秋か夏の暑いいうかね、そういうイメージでね、今日ちょっと雨で寒いけどね、まあまあそれだけ、ちょっとこの後、なれよ、温まろうかこの後ちょっと早めの気球入れて、気球まだいりますよね、まだそのシャワーじゃ寒いわな、もらんでもね、だけどこれね、孤独なハートなんかいいのないかなと思いきや、これこうか、これ、ね、君雨の日、雨降ってるから君は傘もささずに泣き顔で走り去った駅に続く道君は僕の胸の中で震える声でいた幸せになってねと小さな声でいた最後の汽車が寝てゆく前に優しい言葉もかけてあげられなかった雨をふれふれもっと突き刺すような雨よ雨よふれふれもっとすべてを流してくれ君は僕を愛して僕は君を愛した君の口づけは昔ほど優しくはなかった季節が変わるたびに君は大人に回った僕が求めてたのは昔のままの君きっと初めから雨は降ってた君が何かを探そうとするたびに雨をふれふれもっと突き刺すような雨よ雨をふれふれもっとすべてを流してくれこんなもん今日はここまで鼻水すすりながらねやってございますが大きにありがとうまた来週週変わっての金曜日頑張っていこうバイバイおやすみちょっと早いけど夢見てよ。
明日も頑張っていきましょうね。よろしく。金曜日お会いしましょうね。バイバイ。またね。夢見てよ。よろしく。夢で会いましょう。